徳島活性化計画アマチュア TV ヤングおーおーボリューム5徳島を活性したいの思いで各ジャンルのスペシャリストが徳島の最新町情報を皆様へ分かりやすくお届けする番組でございます。はい、2013年、はい、一発目の放送でございます。一発目です。もうね、今年もね、はい、皆さんに本当に素敵な情報をね、はい、たくさん届けていこうと思います。よろしくお願いいたします。お願いいたします。アマチュア TV、 アマチュア TV ヤング OO のナビゲートしております。今年もね、皆さんに目いっぱいないい声で喋ろうと思います。はい、ナビゲーター林雄一です。どうぞよろしくお願いいたします。そして、はい、2013年もアシスタントを務めさせていただきます、マリーナです。よろしくお願いいたします。はい、マリーナでございます。よろしくお願いいたします。そして、はい、去年よりもっともっと頑張りたいと思いますので、うん、よろしくお願いします。アリサです。はい、アリサです。よろしくお願いいたします。さあです、この放送は現在生放送で行われております。はいはい、まあ、毎回生放送ですからね。はい、この放送のためにはですね、この2人なくしてはできません、はいはい、今年も頑張ってくださいね。ご紹介しましょう。ユーストリームを見れたジョニー&キャッシュです。さあです、もうね、はい、一発目の放送がスタートしたわけでございますが、はい、会場の雰囲気ね、どんな感じの雰囲気でございます。はいはい、すごいたくさん来ていただいたもので、そうなんですよ、結構ね、うん、この場所はキュッとした感じのお店ですから、はい、もうなんとなくスタンドバーっぽくて、うん、いい感じですよね、おしゃれでね。現在ね、これワンコインでね、はい、より楽しめるという形になっております。はい、現在軽食、そうなんですよ、軽食もあるみたいで。軽食あるんですか。はい、無料です。もう自由に、無料で、はい、食べれるみたいで、はい、なのでちょっと外で飲んでる方とかは、うん、ちょっとこうね、ぜひ、はい、そうそうそう、現在ね、生放送でね、見られている方はですね、うん、なんと、うん、無料で簡単な軽食もあって、はい、しかもワンコインでドリンクが楽しめるということなんで、ぜひ来ていただくということで、はいはい、さあ今日生放送している場所はこちらです。徳島市栄町 1-73 特ビル2階ショットバープレールです。はい、プレールさんでございます。はい、ね、まあ、プレールといえばね、はい、我がアマチュア TV ヤング OO のキャスターの中谷義則の、はいはい、オーナーであるお店でございます。そうですね、まあ、ヤングオーではね、うん、前回からヌーベルプラスココとかね、はい、どんどんですね、キャスター陣の、はい、お店、みんなオーナーですから、うん、キャスター陣のお店をどんどん回っていこうかというね、はい、話して、いろんなお店にね、はい、これから回っていきますんで、うん、各会場でもね、雰囲気も違うしね、はい、すごい楽しいと思いますんで、ぜひ来てください。うん、はい、じゃあね、ショットバープレール、場所ですよね。地図が出ました。さあ、はい、ご説明ください。アクティ21から今夜町を美山方面に歩いて、栄町と高城町の間の通りを左に曲がって突き当たり右にあります。で、青の光っている看板を目印にお越しください。はい、はい、なるほどね、はい、じゃあジョニーもう一度ね、入り口の絵出してください、うん、こんな感じでね、はい、ブルーの看板がありますんで、はい、すぐ分かると思います、はい、ちょうど突き当たりの三差路ですから、はい、そうなんでしょうね、はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。お待ちください。さあ、現在これ生放送でございます。はい、さあですね、うん、これね、はい、再放送もありますからね。はい、そうなんですね。再放送はですね、うん、このユーストリームでも見られるんですが、はい、YouTube でも見ることができます。はい、その YouTube のアドレスがジョニーが忘れております。はい、ね、これ YouTube の方はね、うん、アーマチュア TV ってね、はい、検索すればすぐいっぱい出ますから、そうですね、その中で、はい、アーマチュア TV とアーマチュア TV ヤング王というのがありますから、うんうん、今日はヤング王の放送で、はい、まあ、他もね、アマチュア TV は4回の放送がございますから、はい、ぜひそちらの方もチェックしてください。はい、それから、ね、はい、特番なんかでね、田村健二さんとか、そうですね、凛太郎さん、ね、はい、なんかも出てますから、はい、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。はい、よろしくお願いいたします。はい、さあ、ここでメニューですかね。はい、さあ、行きましょう。アマチュア TV ヤング王ボリューム5、本日のメニューはこちらです。はい、本日のメニュー一つ目はバーの一押し裏メニュー、
担当キャスターは松下翔也、中谷よしのりです。そうです、翔也とよしのりがね、はい、今日はですね、はい、何でしたっけ、ルーツさん、はい、そうです、ね、ルーツさんがゲストですね、うん、ゲストの近藤渡さんですね、渡さんね、はい、が本日ゲスト来てくれますんで、これ一発目なんで、うん、ぜひ皆さんチェックしてみてください、はい、さあ続いて2つ目でございます。はい、2つ目はナイトケアワーカー、担当キャスターは早内直人、森邦彦です。そうでございます。はい、直人がね、はい、今日はねご紹介するのが、はい、クラブエデン、うん、そうですね、クラブエデンって 何屋さんですか。ホストクラブですね。そうです、はい、アマチュア TV 初のホストクラブのホストの方がゲストに来られます、うん、そうですね。ということでね、担当キャスターのね、はい、直人もですね、はい、後ほど出ますが、はい、すごい頭してます初め来た時わからないように分からなくて、ホストケアですからね。そうですね、非常に楽しみでございます。そんな、ナイトケアワーカーです。さあ続いて、はい、はい、3つ目はしょっちん国の夏までにスリムダイエット、チャレンジャーは小野浩二、森邦彦です。そうです、はい、これ新企画で、そうなんです、アーマチュア TV とアーマチュア TV ヤングオーのキャスターが一人ずつ出て、はい、コラボレーション企画で、コラボです、夏までにスリムダイエットですから、はい、そうなんです、面白そうですね。この後出て、2人出てもらって、はい、全ての全貌が明らかになるという、はい、非常に楽しみでございます、はい、なのにね、うん、さっきね、しょっちゅうなんかはね、はい、もうね、ダイエットやらなきゃいけない、もうすでにね、はい、ビール飲んでますから、ね、ですよね、見ました。だからダメなんですよね。いただきます。ダメだよね。まあでも後ほどね、全てが分かりますんで、楽しみにしてください。はい、さあ続いていきましょう。はい、4つ目は今すぐ食べたいスイーツ、担当キャスターは篠原博史です。はい、しろちゃんのコーナーでございます、ね、はい、こちらの方今回ゲストはプチアールさん、はい、はい、もうね、はい、今袖の方でスタンバイされてますからね、はい、もう僕もねプチアールさんとよく会うんですよ。そうなんですか。もうね今日はゲストということで、はい、非常に楽しみでございます。はい、さあ続いていきましょう。はい、5つ目は発見徳島店舗、担当キャスターはキラシューゾー吉田敦史です。はい、この2人は前回もねダーツの旅で VTR でね、はい、出てくれましたが、今回もね、はい、ダーツの旅らしいんですね、はい、これは皆さん後ほど楽しみにしてください、はい、楽しみですね。さあ行きましょう、ラストのコーナー、はい、はい、6つ目は徳島インフォメーション、担当キャスターは市原隆二です。はい、イッチーがですね徳島県内のいろんなイベント、はいはい、ね、紹介してくれると思います、はいはい、さっきちらっと見ましたけど本当たくさんの、ね、イベントは、はい、プロレスがあったりとか、うん、なんだっけ、なんかいろんなものありましたね、はい、ぜひこちらの方を参考してもらっていろんな場所にね、はい、足を運んでくれればと思います。はいはい、本日は 2,4,6 六本立てです、はい、本日は六本立てで皆さんにお届けいたします、はい、今から約2時間かな、1時間半かな、はい、ね、皆さんにためになる情報をね、はい、お伝えしていこうと思います、はい、お楽しみにということで、はい、アーマチュア TV 提供スポンサーはこちらです。アーマチュア TV ヤング OO 提供はアミューズメントバーフライ、カクテルマーケットマズ、ヌーベルプラスココ、パーティー&ダイニングビーフ、キズナリンク、ショットバーブレール、クラブアーク、以上7社の提供でお届けしております。アーマチュア TV ヤング OO では提供スポンサー様を募集させていただいております。ご興味のある方はこちらまでお願いいたします。はい、こちらまでヤング .oo.com@gmail.com です。はい、ね、ヤング、うん、oo.com@gmail.com こちらまで皆さんなぜひ、はい、メールをよろしくお願いします、うん、はい、お願いいたします、お待ちしております。さあ、2013年度一発目のコーナーいっちゃいましょうか。はい、はい、さあ一つ目のコーナーはいきましょう、こちらです。
さあです、ね、本当2013年度アーマチ TV、はい、ヤングオーを一つ目のコーナーでございます。プレッシャーがねえ、はい、バーの一押し裏メニューです。担当キャスターお名前どうぞ。はい、明けましておめでとうございます。ショートバープレール中谷義則です。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ続いて、はい、絆リンクの松下翔也です。よろしくお願いします。はい、翔也でございます。よろしくお願いいたします。さあです、ね、2013年度一発目の放送で、じゃあもうキャスター陣にね、はい、今年の抱負一言ずつもらいましょうか。はい、じゃあ吉野に行きましょう。はい、さっき思いついたような感じになるんですけど、まあ、新しいことをやっていくのはもちろん毎年そうなんですけど、うん、今年は、ちょっと自分と今までのやってきた仕事を振り返りながら、うん、基礎から鍛え上げたいなと思っております。なるほどね、はい、いいね。翔也は、はい、今年始まったばかりで、徳島は大寒波に、覆われてますが、うん、ヤング王のみんなで力を合わせて、ホットに熱く、うん、秋田町みんなを盛り上げていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。すごいいいコメント。いいですね、これなんかなんとなくね、全員の最終的コメントっぽいよね。ありがとうございます。いいコメントでございました。さあ、バーの一押し裏メニュー、さあどんなコーナーか教えてください。はい、はい、こちらのコーナーは、うん、普段バーというのはお酒を飲むお店というイメージなんですが、うん、料理ももちろんすごいぞというお店をどんどん紹介していくというコーナーです。そうでございます。毎回ね、はい、いいの出てますよね。はい、もう美味しいやつばっかりですね。そうそう、なんかキーマカレーとかなんかいろんな出てましたよね。はい、でそれからね、後ねそのお店に行ったりしたんですけど、ね、みんなで、はい、本当に美味しいんでね、今回のものも皆さんよくチェックしてください。はい、お願いします。さあ行きましょうか。じゃあ早速ゲストの方行きましょう。はい、はい、本日紹介させていただくバーのゲストはこちらの方です。ダイニングバールーツ栄町1丁目ワールドプラザビル1階です。さあです、一つ目のコーナーでなんと2013年度の一番最初のゲストの方です、はい、じゃあ吉尾かな、ご紹介ください。さっき今写真にも出たお名前の通りなんですが、うん、まずは、はい、自己紹介を本人の方からお願いします。お願いします。どうぞ。ダイニングバールーツの近藤渡です。よろしくお願いします。はい、近藤渡さんです。皆さん大きな拍手を。よろしくお願いします。さあね、さあどういう風に進めていくんですか。はい、はい、じゃあまずお店の場所を、簡単に説明していただいてよろしいですか。お願いします。場所はこちらのプレールさんから、今夜町の方に向かって、うん、大体20メートルほど歩いていただいたところの、うん、左手側のビルの1階になります。うん、これまた地図なかったと思うんですが、もう本当うちの近所なんです。はいはいはい、プレールのさっきの地図から同じ筋をまっすぐ、うん、今夜町沿いの方に歩いていただくと、うん、昔からある居酒屋そら豆さんとか、はいはいはい、お店の向かい側にある大きいビルの1階のエレベーターの奥に、うん、はい、結構隠れ家的な場所になりますね。なるほどね、はい、まあなんとなく分かりやすい感じなんすな。はい、はい、分からなかったらもうここの地図見てうちに来てくれたらすぐに教えます。なるほどね、吉田さんここを持ちましょうか。あ、すいません。はい、ということで、はい、じゃあどんどん進めてください。はい、で早速コンセプトはお店の紹介と、うん、さらに料理の方がメインになりますので、うん、はい、おすすめの料理の方を紹介させていただきたいと思います。お、早速料理いきましょうか。はい、ダイニングバールーツのおすすめの料理はこちらです。こちらです。さあです、さっきのね、はい、写真の通りなんですか。写真の通りなんですか、はい、じゃあお料理ご紹介してくださいよ。はい、こちらこんちゃんのカルボナーラ、うん、お値段は800円となっております。写真で見たのは事前に撮ったやつなんですが、うん、はい、生で今できてるものがございますので
カメラズームで映りますかね。うん、あ、お願いします。はい、こんな感じで、ということは、はい、今回も試食があるということで、はい、まあでもその前にね、なんか聞きたいですよね、いろいろ。これ何が入ってるんですか、近藤さん。そうですね、普通のカルボナーラですと、うん、まあ、生クリーム使ったりですとか、はい、まあ、クリームソースのパスタになると思うんですが、うん、ちょっと僕はクリームソース苦手っていうこともあって、まあ、生クリームを使わずに、うん、まあ、大体チーズとバターと、うん、あとは半熟卵ですね。おお、ほんとね、プリプリなんですよね、半熟卵ね、キャッシュ。これ、これ何、ベーコン？ベーコンです。あ、ベーコンが、こんなに入ってんすか、ベーコンが。はい、僕らも、打ち合わせの時に、ほう、撮影をして、その後食べさせていただいたんですけど、うん、それもかなり美味しかった。はい、もうびっくりしましたよね、もう。なるほどね。まあ、この見たままで、本当に美味しそうで、プルプルしてますからね。じゃあこのプルプルしたやつをご試食いただけるんですね。今日会場にお越しになってる、はい、結構今たくさんの、すごいんですよ。ちょっとキャッシュ、会場の雰囲気映してくださいよ。ごたがやすぐらい来ていただいて、こんな感じでですね、すば、まあ、近いなそうです、もう本当ね、超前でございまして、すごい状態でございます。ご主制で3名様ほど、じゃあ、そうですね、はい、3名ぐらいの方がいいですね。はい、さあ行きましょうか。じゃあ3名の方、ご試食いただける方、手挙げてください。お願いします。誰か、あ、たくさん上がってるかな。じゃあ一番まず手前の、うちのさん、はい、はい、じゃあぜひどうぞ、はい、で、あと2名です。あと2名です。じゃあ、あ、はい、じゃあどうぞ。はい、ぜひどうぞ、どうぞ。綺麗なお姉さん、どうぞ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 、綺麗なお姉さん。僕らの後ろの方に、ほら、はい、そして、はい、あと1名ですね。あと1名です。あと1名大丈夫です。あ、じゃあ、はい、はい、上がりました。ぜひどうぞ。じゃあちょっと見にくいんですけど、ちょうどカウンターの中にいられる、綺麗な女性に、あ、女性なんだ。はい、じゃあぜひね、こちらの方来てください。これどうすんの、これ、そのまま、そのまま、はい、これをみんなで行きましょうか。じゃあこれをですね、はい、渡してください。あ、どうぞ。はい、じゃあ皆さんこっち入ってくださいね。もっとこっち入ってください。はい、すごい、もうさっき作りたてで、はい、まだあったかいんじゃないかなと思います。はい、あ、ちょうどいい感じですね。ギリギリまで引っ張って、さ、じゃあ、3人にご試食いただいてる間に、はい、じゃあそのパスタをのお話がしたいですよね。そうですね、はい、まあ、僕は作ってないんで何とも言えないんで聞いていきたいなと思うんですがどうぞ。コツでしたりとか、うん、はい、秘訣なんか教えれる範囲でお願いします。秘訣、やっぱ全然普通なんですけど、使ってるものも大した特に変わってるものはないんですけど、さっきだからあれですよね、自分は何でしたっけ、はい、クリームソース苦手な人で、ちょっと苦手なんで、あ、が苦手だからクリームソースじゃないっていうのがポイントですよね、はい、だからちょっと違うんですか、感じが違うんですか。そうですね、まあ、生クリームとか使ってるものより、まあ、もっとあっさり食べれるかなっていう。あ、そうなんだ、はい、結構ね、クリーム系だとコテッとしますよね。結構そうですね、お腹に溜まりすぎる人もおるかと思うんで、うん、で、バーだからね、はい、だからお酒飲んでるし、はい、で、お酒の最後ぐらいの締めで行くのだと、うんうん、あっさりがいいですもんね。そうですね、結構締めに食べる方もいらっしゃる。あ、そうなんだ、はい、はい、なるほどね、だからちょっとあっさりしたパスタであると、はい、で、ポイント側の半熟のプルプルしたやつな、はい、卵がね、あれはどのタイミングで割るといいですか。あれはもう最後に出来上がってから、うん、ポトッと。あ、食べるタイミングは、あれ、あれ、いつ割ればいいですかね。食べる前にもうダイナミックにこうかき混ぜて。あ、そうかそうか、はい、じゃあ最初に、最初に来て、はい、で、それ割って全部を絡めると一番いいんですか。はい、なるほどね。もうなんか絵がなくても美味しそうに聞こえますね、卵割る時点で。なんとなく思う料理が、バーだったら僕なんかもそうなんですけど、うん、経験なんてあんまりなくて、うん、仕事で初めてから作り出したようなもんなんですけど、はいはい、この近藤さんは、うん、もともとバーを始める前に、うん、居酒屋で、うん、店長さんをされていたし、なるほどね、だから料理人としてはかなり、はい、そうなんです、もともと料理の腕はある方なんで、はい、普通のバーの料理より本格的な。他どんな料理があったりするんですか。そうですね、パスタ、まあ、数種類と、うん、あと、まあ、ご飯ものも、丼とかも。あ、丼、はい、何丼があるんですか。
まあ、名前で言えばルーツ丼っていうのがあるんですけど、ルーツ丼ってど、はい、ああいいね、 どんな感じですか。まあ、日替わりでお肉と野菜が乗っている感じの、はい、まあ、よく出るのは焼き鳥丼みたいな感じ の、ね、焼き鳥丼みたいな感じのルーツ丼っていう、はい、それが日替わりなんで行くたび違うんですか。そうですね、違う時もありますし同じ時もあります。多分オーダーに応じてやってくれると思います。あ、そうか、はい、それいいですね。今ある食材とか旬の食材で作ってくれ る、はい、食べたいものを言ってもらえればある程度は。ちなみにおいくらですか。ルーツ丼800円になります。あ、800円、はい、一緒のお値段ですね。パスタ食べるか米の時はルーツ丼ということで、うんうん、締めにね、はい、いいですね。結構男だったら僕なんかも結構ガッツリ行きたい方なんで、パスタの時もあれば結構このこってりした丼物とかも、うん、求めてる時あるんで、うん、お腹空いたら逆に前半に食べたりします僕。なるほどね、はい、ということでじゃあご試食いただいた方に一言ずつ感想いただきましょう。はい、スパイシーでというかの胡椒が効いててとってもあっさりしてて美味しかったです。おー、美味しかったです、いただきました。スパイシーで胡椒が効いてて何でしたっけ、あっさりしてて、はい、まろやかだけどスパイシー、まろやかだけどスパイシーっていう今の声いいですね。伝わりやすいですね。はい、いただきました。じゃあ続いていきましょう。初めて食べる感じのカルボナーラですごい美味しかったです。おお、今までとはちょっとイメージの違う感じの、はい、先言ってた生クリームを使ってないから。そう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 、はい、初めて食べる感じのカルボナーラっていうのいいね、うん、カルボナーラってなんとかイメージあるもんね。結構どこでもパスタだったら使ってるところ多いですもんね、うん、生クリームといえばみたいな。ねえ、じゃあ続いて、じゃあラストに彼女。もうめっちゃ美味しかったです。コンちゃんの食べた料理の中で一番美味しかったです。え、なんて言ったの。コンちゃんの一番美味しかったです。コンちゃんの食べた料理の中で一番美味しかったです。コンちゃんの食べた料理の中で一番美味しかった。もともと面識あるみたいで、多分、はい、そうなんだ、何回も食べてるみたいです。他は美味しくなかったんですか。他のも美味しかったです。逆に聞くとみたいな。あ、でも初めてでしたか。はい、もうめっちゃ、やっぱ初めてっていいよねっていうところですね。なんか意味違ってきますから、はいはい。まあそんなところで皆さんから、はい、高評価をいただきましたカルボナーラ、ね、もう一度画像出してもらいましょうか。こちらでございます。はい、こんちゃんのカルボナーラ800円。はい、これ税込みですか。税込みです。おお、800円ぽっきりで、なあ、これぜひ行きたいね。はい、うん、ぜひ皆さん食べていただきたいので、うん、はい、おすすめのニュースが、ほう、はい、あります。まあ定番にもなってきてるんですけど、番組を見てくれた人に、うん、やっぱお店に来てくれた方は、うん、クーポンが、お、はい、行きましょう、今回もご用意させていただきました。素晴らしい、はい、せっかくなんで近藤さんから直接クーポンの内容を紹介していただきたいと思います。どうぞ、近ちゃん。はい、番組をご覧になった方に、はい、フードメニュー一品サービスさせていただきます。ドリンクいっぱい飲んでくれた方だけでフードの一品サービスが、はい、ドリンク一杯の方に頼んでいただいた方にフード一品サービス、何でもいいんですか。はい、はい、もちろんだからこのパスタをお酒だけ飲みに行って無料でいただけるという、はい、マジで、はい、はい、ということはすごいです。え、どういうこと、何でもいいの。ビール一杯頼んで、はい、フード一つはもらえるのですよね。はい、サービスです。すごい、ありがとうございます。すごい、ドリンク一杯頼んだ方にフード一品サービスいただきました。皆さんこれを機にルーツでよろしくお願いします。すごいね、はい、これいつまでですか。期間があるんでしょ。期間は、今年いっぱいですか。1年丸々いきますか。いつまでいきましょう。いつまでいきましょうか。じゃあ3ヶ月。3ヶ月も、ね、そんな長くていいんですか。はい、マジですか。毎日3ヶ月ビールいっぱいでご飯食べれますね。マジですか。いや、本当ですか。はい、じゃあ本当いきますよみんな、はい、いいんですか。いいんじゃないでしょうか、言っていただけたんで。はい、ということで、すごいすごいクーポンでございます。3ヶ月間ビール1杯ね、ドリンク1杯頼んだ方にフード1品サービス、素晴らしいものをいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、よしどり、はい、もう一度じゃあお店を詳しくご紹介ください。はい、住所お願いします。ダイニングバールーツさん、栄町1丁目70番の1、
ワールドプラザビルの1階、1階のエレベーターの奥ですね、はい、入っていただいたらビルを入っていただいたら分かると思いますのダイニングバールーツさんのですはい、はい、お願いします。じゃあ戻してください、はい、もう一度ね、もう分かりやすく言いましょうよ、場所場所、うん、はい、プレールの場所もちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、はい、栄町の、うん、今ちょっと改装してるサンクス、うん、はい、今夜町から栄町に入ってくるサンクスのサンクスね、はい、秋田町の一番大きな交差点のアクティ21から、はい、今夜町の通りを行くと左側にサンクスがね、はい、あったんですが今改装してますが、はい、そこが栄町の通りですよね、メインの通りですね、はい、そこを入るんですね、はい、はい、入っていただくとまっすぐ歩くと一番大きい交差点が栄町の、うん、ありますね、はい、交差点がございまして右側に、たこ焼きのおばあちゃんとあります、はい、メジューになると思うんですがそちらを曲がっていただくと、うん、もう次に三叉路が、はい、まだございましてそこを右にだけ曲がれるんですけども、はい、その右に曲がる角にプレールがございまして、うん、その右に曲がってまた今夜町に帰る感じに歩いていただくと、はい、先ほどの焼き鳥屋さん、そら豆ですとか、はいはい、居酒屋さんがございまして、その向かい側のビルですね、はい、ワールドプラザビルというということは、プレール側じゃない正面側ですか、ね、プレール側の方ですね、プレール側ですか、はい、だから曲がって、もちろん右に曲がっていくと、はい、左側にあるってことですね、そうです、はいはい、そちらの方で曲がっていただくと、あるビルの1階のエレベーターの奥ですね、はい、覗き込んでいくと、ルーツの看板見えますので、うん、なるほどね。だから今夜町の通りを行って、はい、栄町のアーケードと高城町のアーケードの間の道を左に曲がった右側ね。はい、そうです。でいいんですね。はい、はい、ということでございました。拙い説明で申し訳ないですが、はい、またぜひよろしくお願いします。さあ、今回ね、2013年の一発目のコーナー、バーの一押し裏メニュー担当キャスターは、はい、中谷義雄、はい、松下翔也でございました。ありがとうございます。ありがとうございました。本日ご紹介させていただきましたゲストのダイニングバールーツ近藤渡さんです。ありがとうございます。はい、近藤さんでございました。ありがとうございました。いや、緊張しますね。いや、新年一発目、ね、さあ行きましょうか。続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーはこちらです。さあです、2013年度ね、2つ目のコーナーでございます。ナイトケアワーカーでございますね、はい、担当キャスターお名前ください。はい、今日はですねちょっと目が見えてませんが、元気いっぱいに行きます。森久仁彦です。よろしくお願いします。国でございます。よろしく。ありがとうございます。さあ続いて、早内直人です。よろしくお願いします。はい、直人でございます。よろしくお願いいたします。あれ直人、今日髪型がおかしいよ。はい、今日はちょっとね、意識してきました。うん、何を、何を意識したんですか。今回紹介するお店を意識してきました。なるほどね、はい、じゃあですね、はい、ナイトケアワーカーはどんなコーナーか教えてください。はい、はい、ナイトといえばですね、夜のお店でケアワーカー、うん、夜のお店で働いてる人を、ご紹介するコーナーです。そうですね、はい、だから今までこうなんかラウンジの方とか、そうですね、はい、ガールズバーもありましたっけ。はい、ラウンジ、キャバクラ、あ、キャバクラでした、はい、とかね、はい、の方に出ていただいたんですが、今回はですねゲスト男性陣です、はい、そうです。で、はい、初の男性陣がゲストということは、はい、すごい楽しみですね。そうですね、だから、はい、その絡みで直人のそのヘアスタイルなんかね。そうです、今日は、はい、意識してきました。意識してきましたか。はい、さあ楽しみでございます、はい、ここは僕休憩でいいんですね。はい、そうですね、ですね、はい、ありがとうございます。じゃあ振り込んでください。では、本日ご紹介するお店はこちらです。徳島ナンバーワンクラブ、ホストクラブ、クラブエデンさん、徳島市高城町1丁目7番地 MS ビル3階ですね。高城町入ってすぐ左側にある、3階のお店で、はい、今日はですね実はなんとクラブエデンさんから6名の方に来ていただいております。
はい、こんばんは皆さん、こんばんは。どうも、こんばんは。こんばんは。こんばんは。そうですね、今日は6人の方が来ていただいておりますので、早速ではございますが、自己紹介の方よろしくお願いします。ほい。あ、どうも、はじめまして、クラブ A で一緒に、ヒロです。はい、ヒロさん、はい、よろしくお願いします。どうも、はじめまして、クラブエデン部長、リクです。よろしく。はい、よろしくお願いします。はい、クラブエデン大地です。よろしくお願いします。はい、大地さん、よろしくお願いします。クラブエデン、みやびです。はい、みやびさんです。よろしくお願いします。あ、クラブエデン、マネージャー、年から年中お祭り男、京平です。はい、京平さん、お願いします。え、クラブエデン、ケイジです。よろしくお願いします。はい、ケイジさん、よろしくお願いします。そしてですね、さあ、早速ではありますけども、もう行っちゃうんすか。行っちゃいますか。はい、はい、ホストといえば、はい、直人さん、何ですかね。シャンパンコールでしょう。そうですよね、シャンパンコール、はい、皆さん見たことありますか。ないっていう声が全然聞こえませんが、ないですよね、やっぱり。はい、ないですよね。はい、シャンパンコールで、さあさあ、エデンさんではどんなシャンパンコールをしているのか、VTR の方ちょっとあるんすか今回。はい、はい、ちょっとね、皆さんの協力で用意させていただきましたので、はい、早速ではございますが、はい、見ていただきましょう。こちらです。そうですね、ちょっとこれ今マイクも通じますので、ちょっとね、説明の方をいただきながら、どんな感じで、シャンパンコールって始まるんですかね。お客さんがもうシャンパンを注文された時に、はい、パフォーマンスと、マイクパフォーマンスを、掛け声、掛け声、はい、基本的には何をおっしゃってくれてるんですかね。あ、その、はい、パフォーマンスですか。はい、は、まあ、飲んで飲んでみたいな。飲んで飲んで、はい、これはあれなんですね、はい、みんなで飲ま、飲む、飲むシステムなんですね。そうですね、お客さんと一緒に、はい、飲みたんです、はい、結構毎日こんな感じであるんですか。毎日毎日毎日すごいですね、一気で全部飲むことも。一気ですね。一気で、一気で。ヒロさんは強いですが、お酒は。僕は基本的にお酒は弱いです。あれが一番強そうですね。あのね、エデンで一番強いのは強兵ですね。強兵さん、はい、お祭り男、強兵。そうですよ、はい、強そうですよね。やっぱり、うん、で、全部飲み終わったらこれは終わりになるんですか。ね、はい、ごちそうさまでしたみたいな、はい、ボールがあるんですよ。はい、それがあれば、はい、ボール、どんなボールですか。どういう感じになったの。そうね、まあ、どういう感じ、まあ、まあ、全部、はい、飲み切ってからの、はい、飲んでからの、からのまだまだ行くぜ、まだまだ行くぜ、ヒロさんのノリで。そうですね、はい、もう一本、もう一本、もう一本追加で、行くこともあるんですね、はい、はい、これ一緒の踊りを皆さんしてるような感じですよね。そうですね、はい、で、照明もいつもとは違うんですよね。暗くなって、はい、レーザーと、レーザーと、はいはい、スモークも出るんですね。スモーク出ますね。あ、今ごちそうさました感じですか。そうですね、はい、なるほどなるほど。直人さん、何かありますか。いやー、なんかかっこいいですね、みんな。やっぱりね、はい、で、ホストの方っていうのはちょっとですね、僕は行ったことがないので。僕もです。はい、ないですか。はい、はい、では、ちょっとですね、お店のシステムなんかを軽く紹介してもらえればなとは思うんですけども、はい、どんな感じですか。僕が、男性もいけるんですかね。男性、まあ、男性の方は初回料金はないですけど、はい、はい、まあ、セット料金、はい、ごめんなさい、じゃあ僕が女性とした場合、女性とした場合は、はい、はい、2時間、1000円で飲み放題です。お、はい、2時間です。誰でも女性は OK です。はい、初回限定ですよね。初回限定ですね、はいはい、なるほど、はいはい、2時間で、はい、はい、これあれですか、僕、何回も行って
私初めてですって言い張れば大丈夫なんですか。いや、言い始めてもやっぱりね、はい、顔とか全部わかるんで、はい、覚えてる感じなんですね、はい、まあ、最初はまあ、はい、男性はセット料金、通常料金の感じでいただくんで、女性限定の1時間、はいはい、飲み2時間飲み放題で2時間1000円、はいはい、普通、通常ですとおいくらですか。通常、まあ、セット料金、はいはい、通合、4000円です。4000円、はい、はい、まあ、それは2時間とか。それは、まあ、はい、フリータイムです。フリータイム、はい、はい、フリータイム、いいですね、4000円で、はいはい、営業時間が何時からですか。はい、1時から、はい、オープン1時から、はい、閉店がラストですよね。ラストが、はい、8時です。8時、はい、大体7時間営業という形ですね。そういうことですね。はい、じゃあ、はい、7時間4000円で飲めるということですね。はい、もうぜひ楽しんで。そう考えると安いですよね。まあそうですね、はい、安いですね、はい、そういう方もいらっしゃいますか。ね、やっぱりはい、なんて言うんですかね、まあボトルとか、はい、まあ、ドリンクとかに飲むによってやっぱり、はい、金額とかも変わってきます、うんうんうん、はい、はい、じゃあこんな感じでですね、ちょっといろいろ質問していきたいなと思いますので。そうですね、はい、直人さん何かありますか。そうですね、僕ちょっとどうしても聞きたいことが、はい、やっぱりこう女性がお客さんじゃないですか。やっぱりそこで恋愛に発展してそのままエッチしたりとかあるんですかね。おっと、なかなかぶっ込みましたね、いきなり。いや、みんなやっぱり気になるでしょ。はい、ぶっちゃけ、はい、ぶっちゃけて、ぶっちゃけて言うならば、はい、はい、まあ、可愛かったら、可愛かったらそれはもう、行きますね。あり、まあ、ありますよね。そうですよね、はい、男性と女性ですからね。希望、希望が持てるそこはやっぱり男やね。今日から働こうかなって思うす。皆さんありますか。いやいやいや、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。いやいやいや、ほら、部長にも一応。はい、そ、まあ、そうですね、まあそういう出会いはまあないんで、夢を与える仕事なんで。そうですね、はい、夢を与える商売ですもんね、はいはい、僕、質問は以上です。直人さんの質問はね、はいはい、僕の質問は以上です。はい、はい、では、あれですか、他にも。そうですね、会場の方に、はい、はい、質問をしていただきましょうかね。あ、手上がってますよ。あ、手上がってます、はい、はい、あ、じゃあ女性の方に、アシスタントのアリサさん、ちょっと、はい、前まで、前までお願いします。はい、あ、変わっちゃうのね、はい、あ、いいですか。はい、映ってないですよ、映ってない、全然映ってない。はい、あ、座っていいですか。はい、座ってください。はい、今までお客様にいただいたもので一番高価なものを教えてください。おっと、すごくぶっ込みますね。フェラーリ、フェラーリ。嬉しいですね、それくれたら。はい、ヒロさん、一番高いものは何ですか。答えれないときは、NG くださいね。やっぱ身に、はい、身につけるものですかね。身につけるもの、例えば、はい、ネックレスとか、これとか、これとかです。こう、キラキラしてますね、これ。そういう感じの。高そうですね、これ。おいくらですか。40。え、すごい早かったですね。返答が早かった、びっくりしたもん。はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、他には、あ、もうアシスタント続きでマリナさん、ちょっと聞いてもらいましょうか。はい、失礼します。お客様を本気で好きになったこととかあるんですか。あります。あります。ヒロさん、あります。あります。ちょっと一つぐらい後ろの方に答えてもらいましょうか。あります。あります。あるある、全員あるような感じですね。それで恋愛に発展とか、はい、ちゃんとこう、そういうあれになったりするんですか。やっぱ発展して、まあ、ありますね。彼女になって。そうですね、あります。やっぱりぶっちゃけますね、今日は。ぶっちゃけていこうかな。はい、休み明けですからね、今日もね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ナトさん、戻ってきてね。はい、お帰りなさい。はい、はい、で、こんな感じでですね、ちょっとまあ悪く言っちゃうかもしれないですけども、チャラチャラした感じがやっぱりホストって
あるんですけども。マジっすか、そんな感じに見えるっすか。ナオトさんチャラけないでくださいね。はいはい、でもすごくす、はい、あの彼らたちっていうのはすごく礼儀正しくて、言葉遣いとかも丁寧なんですよね。そうですね、はい、で実はですね、そんな風景をちょっと実は撮らさせてもらって、 VTR の話ですか。はいはい、はい、一つはですね、はいはい、朝の朝礼を、はいはい、ご用意させていただいております。ちょっとですね、見ていただきましょう。こんな感じです。おはようございます。おはようございます。これ朝の朝礼ですか。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、これが朝の朝礼です。いつの頃、はい、毎日、はい、という素直の頃、はい、という素直の頃、すみませんという反省の頃、すみませんという反省の頃、させていただきますという奉仕の頃、させていただきますという奉仕の頃、おかげさまでという謙虚の頃、おかげさまでという謙虚の頃、ありがとうという感謝の頃、ありがとうという感謝の頃、ありがとうという感謝の頃、いい言葉ですね。今日の一日お願いします。やっぱり、はい、はい、こんな感じで短いですけども、実はですね、チャラチャラして見える彼らというのもすごい中では頑張ってるという形ですよね。そうですね、やっぱり見かけじゃないですよね。はいはい、そうですよね。はい。ではですね、ヒロさん、はい、じゃあ、せっかくなので、はい、見てくれてるお客様に対して何か一言メッセージをいただければ。あ、いいですね、はい、温かいメッセージを。はい、徳島代表クラブエデン、もっともっと、勢いつけていくんで、まだ来てない方ぜひ、初回1000円となってますんで来てください。初回1000円来てください。ありがとうございます。お願いします。はい、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 こんな感じでですね、クラブエデンの方から、ヒロさん、リクさん、京平さん、みやびさん、けいじさん、大地さんから来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、皆さん遊びに行ってくださいね。高城町でやってます。徳島ナンバーワンホストクラブエデンでした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、今回もですね、ナイトケアワーカー、もう今回はですね、本当だな、さっき言ったみんな何歳ぐらいなんですか。僕は、26です。おお、みんな一緒ぐらいなんですか。そうですね、大体は平均、はい、なるほどね。もうぜひね、皆さん足を運んでくださいということで、ナイトケアワーカー担当キャスターは森邦彦、早内直人、そしてですね、クラブエデンの方からヒロさん、ヒロさん、はい、はい、ヒロさん、みやびさん、はい、大地さん、京平さん、ケイジさん、はい、大地さん、はい、今日眼帯してるから目見えてへん。すいません、もうほんまバラバラで申し訳ないです。はい、来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、行きましょう。どんどんこれでもう一度行くんですね。行きますね。さあ、行きましょうか。続いてのコーナーはこちらです。さあです、本日1つ2つ3つ目かな、はい、3つ目のコーナーでございます。コーナータイトルはこれまた新企画でございます。しょっちん国の夏までにスリムダイエットでしたっけ。はい、夏までにスリムダイエットチャレンジャー、お名前どうぞ。はい、私ヤングオーじゃないんですが、はい、青町テレビの方から参加させていただいてます、はい、しょっちんです。よろしくお願いします。はい、しょっちんでございます。よろしくお願いいたします。そして先ほどのコーナーから続きまして、どうぞ。はい、引き続きまして森邦彦です。よろしくお願いします。はい、国でございます。よろしくお願いいたします。さあです、このコーナーはですね、さっき言いましたしょっちんはですね、はい、青町 TV の方です。はい、で国が青町 TV ヤングオーと、はい、これね、こう2つ番組ありまして、でこの中から各1名ずつ代表者を出しまして、先ほど言ったように夏までにスリムダイエットというね、はい、
この2つの番組のコラボ企画でございます。はい、はい、初めての試み、すごい、はい、暑いです、とにかく、ね、はい、まあ、汗だくですから汗この辺がすごく暑いです。はい、はい、まあそんなところで、はい、もう単純にね、期間を決めてその間でダイエットしちゃおうという企画ですね。はい、そうですね、はい、じゃあ、これも早速どんな感じでいくんですかね。はい、そうですね、言っちゃうんですね、何ヶ月間とか、はい、何キロとか、はい、じゃあそれ発表してくださいお二人。はい、言ってください。はい、4ヶ月で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 15キロ痩せます。はい、ほんま無理ちゃいますの、いけますか。15キロですよ、しょっちゅういけますか。僕は、はい、僕はいけますよ。あなたいけるんですか。いや、僕の方がいけますよ。暑いですよちょっと。そうですね、もう退社します、はい、はい、ちょっと締めちゃっていいですか。はい、そうしましょう。今からですね、4ヶ月間、はい、皆さん4ヶ月間です。4ヶ月間でこの2人が15キロのダイエットにチャレンジいたします。はい、はい、ということなんですが、はい、ダイエットできるのかどうかっていうのを4ヶ月間ですから、まあ2月からいきましょうよ。2月、3月、4月、5月の5月の放送で、はい、そうですね、はい、だから初回がヤンゴーですから、次がアーマチ TV で紹介して、はいはい、次またヤンゴーで、はい、ラストのアーマチ TV な、はい、そのいう初陣の方の番組の方で最終結果を皆さんに発表するという形でございます。はい、本当に15キロだって痩せられるのか。15キロってすごいんですよ、肉にすると。そうですね、はい、小学生1人分がね。まあちなみにね、じゃあそろそろ写真出しちゃいましょうよ。そうですね、はい、今僕らの写真ですか。現在の写真を、はい、どれぐらい太ってるのか。ちょっとこれ嫌なんですか。はい、ジョニー大丈夫ですか。パンチです、はい、出してください。パンチです、はい、まずクリです。はい、はい、皆さん要チェックで。はい、これ私ですね、森です。もう汚いとしか言いようがないですよね。すごいね。はい、これちなみに、はい、まあ後ほど体重はね測ろうかと思うんですが、はい、これ90キロですね。90キロあるんですか。はい、93ですね。身長は何センチでしたっけ。170センチです。170センチです、はい、もう怪獣ですよね。ね、いやいやいや、いやだから今はもうこれですから、ちょっとね、じゃあ、はい、あれなんですよ、クニーと僕大体身長一緒ですからね、はい、僕はちょっと高いんですけど、はい、まあ、僕ジャケット着てるこれですから、横向きでね、はい。そうですね、明らかにね、画面の使ってる量が、ね、そうなんですよ、違いますね。まあ、まあ僕ちなみに65キロです。僕これ痩せれます、過酷ですよこれですからね。はい、はい、もうじゃあ続いて、ショッチンは身長何センチでしたっけ。僕は180センチ。180センチ、はい、身長のこれです。さあ出ました。これはすごいね。お腹がすごいですね。もうこれね、これね実はね、はい、ぷよぷよですからね。ね、じゃあこちらでください。さあショッチンもちょっと立ってもらいましょうか。ちなみに横向いてもらうとこんな感じですよ。これすごい。これが15キロね。はい、はい、そうですね。これ15キロ減るとこれお腹なくなっちゃうかな。もう完全にないでしょうね、はい、もうね、完全にないですね。だから4ヶ月ですから、はい、じゃあこれもう早速あれいきます。そうですね、はい、じゃあ現在のリアルな体重、はい、でもね、さっきね、はい、ガンガンビール飲んでましたからね。で今日の段階で今日の段階で増やして、ち、はい、で、はい、ちょっと楽に15キロだって考えてましたよね。はい、これそうなんですよね。そう、ずるいよね。ずるいですね。だから俺ね、はい、なんとなく思うんですけど、4ヶ月間の経過の中で、はい、途中で20キロとかにしますよ。じゃあダメです、ダメです。これ裏話すると、1月前にみんなで話した時に、うん、これ僕は10キロにしてほしいって僕は嘆願したんですよね。違う。そしたらダメだ、15キロだ。そうそうそう、俺は20キロ、違う。20キロって最初言ったんですよ。それをじゃあ15で10なんて言ってないんですよ。はい、僕は10でないとできないって言ったんだけど、林さんはもう15にしなさいと。いやだってね、本当に変わった姿を家族とかに見せたいじゃないですか。ね、そうですね。ということで、はい、じゃあ、キャッシュがですね、カメラを持ってますんで、はい、まずはじゃあ国からいきましょうか。う、ね、体重をリアルに測って、今日はね、体重計をね持ってきてますので、ちょっとこれすごいよ、はい、もうこのままはい乗ってください、はい、乗りますからね。靴は脱いでよ、はい、靴脱いで、はい、今00になってます。はい、あ、映んない、わかる、これ見えますか。ちょっと影になってますね。影になってる。はいはい、これちょっと後ろ盛りだめたら手ついたら軽くなよ、お前。はい、92.7 止まってますから、これ。じゃあ、クリーン置いてください。はい、92.7キロいただきました。はい、すごい。
だから 92.7 まあ93キロか93キロってことは15キロ減ると78キロ。あ、78ベスト体重じゃないですか。もうベストには程遠いですけどね、まだ。そうですか。じゃあ、はい、しょっちん行きましょう。はい、しょっちん前に来てくださいね。さあしょっちんです。さあもう本当にこう不摂生を蓄積した2人ですからな。ここまだ体重もよしよし、キャッシュもっと寄ってください。 90.5。 じゃあこれ90.5。 じゃあしょっちんちょっとあ、見えた見えた、 90.5 キロいただきました。いただきました。90.5キロってことは、はい、まあ、90キロとして、はい、75キロ75キロ、はい、そうですね。78の75が目標ね、はい、そうですね、はい、です。2人とも似たような重さですね。すごいね、はい、それが4ヶ月。4ヶ月で、ちなみになんかどんな感じでダイエットしようと思ってます？そうですね、まあ、あの流行りのロングブレスダイエットとか、お、はい、あとは、まあ、ウォーキングですね。ウォーキング、はい、とりあえず歩こうと思います。なるほど、はい、初心は、僕はね、ちょっとテーマを考えてまして、ほう、美しく痩せるリバウンドない痩せ方。なるほどね、これをちょっと狙ってますんで。これだからあれだね、もし本当にね、5月の段階で15キロ痩せるとするじゃないですか、はい、はい、その後ね、一応スピンオフって形で何ヶ月後かにチェックしましょうよ。そうですね、それ大事だよね、はい、はい、大事です、大事です、ね、だからそのためには美しく痩せるということで。あ、分かります。どんな方法で？あの加圧トレーニング屋さんにね、ほう、ちょっとあのお願いしまして、トレーナーを、専属トレーナーを一人つけていただいたんです。これはずるい。ずるい。じゃあ これですね、これに物言わせてる。いや、こうしましょうよ、はい、だから、はい、アーマチ TV のヤングを、まあ、アーマチ TV 全般で、はい、ぜひ協力をしていただけるトレーナーの方とか、はいはい、お店の方とかを募集したいですよね、はい、メール出ます。ぜひですね、この二人に応援したいという、ね、はい、これがモデルですから、はい、やりやすいですよ。そう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 、リアルにいきますよ、これ、ね、こちら young.oo.com@gmail.com、 こちらまで皆さん、ね、メールいただければと思います。はい、よろしくお願いします。ぜひこちらまで協力。だって今日ね、あれだよ、はい、大東さんとか来てましたからね。あ、そうですね、大東さんって、はい、そういった形のプロなんじゃないですか。プロですよね、大東さんね。大東さん、あ、ダイエットのプロですよね。ね、だから大東さんとかも協力してもらいましょうよ、はい、そうですよ、お願いします。だからいろんな方に協力してもらって、だから俺もね、はい、2人をね、はい、海連れてきますよ。1日でね、はい、3キロ落とします。そんな僕はトレーニングします。コンサート並みですね、はい、はい、そんなところで、はい、じゃあ現在の体重が、国が93キロ、しょっちんが91でいいですかね、はい、91キロ、はい、はい、目標体重は、そうですね、78キロ、社長は僕75でいきます。75キロ、はい、じゃあこれをですね、今から4ヶ月間です、はい、でもね、これクリアした場合とか、はい、ダメだった場合ってのあるじゃないですか。あ、そうですね、はい、ね、これわざわざこう番組でやってるわけですから、うん、はい、これもう2つの番組をまたいで4ヶ月間もやっちゃうわけですから、はい、はい、なんかこうね、ダメだった場合のペナルティとか、あ、罰ゲーム的なね、はい、とか成功した場合はこんな風になるとか、はい、うん、はい、はい、欲しいですね、まあ、そうですね、ご褒美やっぱり欲しいですよ ね、はい、なるほどね、はい、じゃあね、いつもね、ヤングオーでね、こう終わるとミーティングありますから、はい、その段階で相談していいですか。そうですね、あと募集してもありがたいかな、はい、そう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 、みんなから、はい、だから、はい、もし達成でなかったら、できなかったら、できなかったら、はい、全身の毛という毛を全部剃るとかね。あ、それは、はい、OK ですね、はい、僕全然大丈夫ですよね、はい、全然大丈夫です。全身の毛という毛をすべて剃りましょう、はい、みたいな、はい、はい、まあそんな感じで皆さんに考えてもらって、はい、頭も当然ですよ。辛いですね、じゃない、なんか、はい、それはもう勝負ですから、はい、だから2人ともクリアした場合はクリアして何らかのご褒美を、ちゃんとね、はい、お渡しするんですが、必ずスピンオフ番組をやろうと、はいはい、いうことも決定です。やります、はい、ということで逃げないでくださいね。いやいやいや、こっちのセリフだよ。急に連絡取れなくならん。こっちのセリフだよ、しょっちん。だからあれ、2人で僕がクリアするのがベストだけどね。そうですね、はい、ね、まあこれにですね、はい、本当は豪徳寺安成も入れたかったんですけどね。入れたいですね、昨日言ったんですよ、はい、逃げられました。アシスタントマネージャーの方もさっきなんか
やりたいみたいな感じで。マリーナとかもどうなんですかね。マリーナってマリーナね。マリーナちゃん全然聞いてないです、ね、マリーナとかもやります。一緒に企画に入ったら一緒にやりましょうか。あ、どう違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 う、今回は、ちょっと待って、はい、負け入りました。今回は2人です、はい、次回ね、また企画しましょう、はい、これ第1回目ですからね、はい、全身の毛を切るんだよ、はい、聞いてない、全身の毛を切るんだよ、はい、ダメだ、はい、すいません、巻きが入りました。あ、すいません。さあ、ということで、はい、今から4ヶ月間皆さんね、番組をチェックしてみてください。頑張ります、はい、2人をぜひね、応援してください。皆さん大きな拍手でーす、お願いします。4ヶ月後見てね。頑張ります。ということで、しょっちん国の夏までにスリムダイエットチャレンジャーは生野浩司、森邦彦でした。皆さんありがとうございます。頑張ります。頑張ります。ヤング、おーおー、さあです、続いては CM ですな、続いては CM。 アワシ TV ヤングを提供スポンサーはこちらです。アワマチ TV ヤング OO 提供はアミューズメントバーフライ、カクテルマーケットマズ、ヌーベルプラスココ、パーティー&ダイニングビーフ、絆リンク、ショットバープレール、クラブアーク、以上7社の提供でお届けしております。失礼いたしました。提供スポンサー様を募集させていただいております。ご興味のある方はこちらまでお願いいたします。はい、こちらまでですね。さっきからでもこのアドレスいっぱい出てますからね、はいはい、young.oo.com@gmail.com です、はい、こちらまで、はい、先ほどのね、はい、あのダイエット企画のですね、うん、サポーターの方とかもこちらで募集してますんで、はい、それからですね、これ出演したいという方もね、うん、こちらにでもぜひね、どしどし、メール送ってください。よろしくお願いいたします、はいはい、お願いいたします。ねえ、ということで、はい、マリーナもね、今度ね、ダイエット企画参加してください。ぜひ、あ、そうなんですか。ぜひします。ねえ、そして痩せてみせます。だいぶぷくってますよねこの年末年始で引きこもってたんで、まあ、そんなところでございますが、はいはい、で現在ですね、プレール、はい、ね、ショットバープレール生放送で行っております、はい、会場の雰囲気切り替えることができますかね、はい、相当な感じでお客さん入ってまして、そうですね、でです、本日はね、ワンコインで、はい、ワンコインでドリンクが楽しめて、しかもちょっとした軽食が無料って言ってましたよね、はい、そうなんです。そんな感じで楽しめますんで、うん、今からでもまだ間に合いますよね、はい、ちょうど中盤ぐらいですから、うん、ぜひね、こちらの方足運んでください、はい、ショットバープレールはですね、はい、お待ちしております、ね、境町と高城町のアーケードのちょうど間の通りをですね、はい、そのまま突き当たりの右側の角です、はい、ね、ブルーの看板ですんで分かりますんで、はい、ぜひこちらの方にお越しください。お待ちしております。さあ行きましょうか。続いてのコーナーはこちらです。さあです、いよいよ1、2、3、4つ目かな、はい、そうですね、はい、4つ目のコーナーでございます。はい、今すぐ食べたいスイーツ、はい、担当キャスターお名前どうぞ。はい、アミューズメントバーフライ店長の篠原ひろしです。よろしくお願いいたします。はい、篠ちゃんでございます。お願いします。さあです、はい、そうだ、さっきあれなんですよ、僕担当、あの場所にいなかったから、クニーとショウヤにはね、はい、私クニーと違う、クニーとナオトには2013年抱負聞かなかったんですけど、はい、まあ聞きましょうか。はい、じゃあショウちゃん、2013年度の抱負
教えてください。はい、私の2013年の抱負は少子化対策でございます。少子化対策ね。はい、それもうどんな感じで対策しましょう。そうですね、個人的ですが、ただいま、ね、日本経済子供が少なくなっております。一、人で、今年4月の末に子供が3人目が生まれます。なるほど、すごい頑張っております。じゃああれだよ、だからこういっぱいいろんなとこに種いったじゃいいじゃないですか。はい、すいません、はい、放送事故です。放送事故です。それダメですね。はい、大変失礼いたしました。それやると大変なことになります。はい、ということで、はい、じゃあ、はい、この、今すぐ食べたいスイーツです。はい、どんなコーナーか教えてください。はい、私がご紹介するコーナーはどんなコーナーか教えてほしかったですね。どんなコーナーかと言いますと、行きそうでしたね。林さんが助けてくれるのをお待ちしておりました。うん、私がご紹介するのは、うん、徳島県内にあります、うん、様々な頑張っている、ケーキ屋さんをご紹介するというコーナーになっております。そうですよね。はい、まあ本当いろんなゲストの方がおいでなので、ナッツベリーファームさんだったりとか、そうですね、いろんなゲストの方がおいでになったんで、はい、今回も非常に楽しみでございます。はい、じゃあそこ行きましょうか。はい、本日私が、ご紹介する、今すぐ食べたいスイーツのコーナーのお店はこちらです。プチアール徳島市八幡町中津浦。さあです、ゲストの方来ていただきました。はい、じゃあしゅうちゃんご紹介ください。はい、本日来ていただきました徳島市八幡町からお越しの、お店の名前がプチアール、三沢武史さんにお越しいただきました。どうも、はい、三沢さんでございます。皆さん大きな拍手をよろしくお願いいたします。本当すいません、お忙しいところ、ね、何回かね頼んだんですけど、うん、日が合わずに、うん、本日無理くり来ていただきました。無理無理ですね。無理無理ですね。まあでもなかなか出ていただけない方に出ていただけるというのがこの番組でございますから。はい、ね、目いっぱいお店を PR してご紹介していきましょうよ。もうたくさん言いたいことがあるんですが、はい、もう重要なところばかり、うん、抑えて本日来ておりますので、なるほど、そこら辺を聞いていきたいなと、うん、いきましょう、思っております。はい、はい、まずですね、うん、私、アミューズメントバーフライの方でも、普段、週末になりますと、うん、結婚式の二次会とかありまして、そういう中でやはり2人の新郎新婦さんの、うん、共同作業でありますセレモニー、うん、まずケーキが必要になってきます ね、うん、はい、そういった時に、普段いつも、ケーキの方宅配していただいてます、うん、はい、まあ、そんな兼ね合いでね、そうですね、今日来ていただけたということでね、はい、まあでも今日はウェディングケーキが来るわけじゃないですよね。まあウェディングケーキを持ってくるわけではないですね、うん、やっぱり、はい、今ね来月2月になりますと、うん、バレンタインもありますし、あ、なるほどね、はい、うん、そういった兼ね合いで、うん、本日はカットケーキを、うん、はい、後ほど皆さんが後ほどね後ほどね、でなんかいっぱい画像があるんですよね。そうですね、1名の画像出してもらいましょうか。はい、まずですね、こちらが店内の画像が今映ってると思います。徳島市八幡町の、中津浦の方にあります、はい、丸吉センター、の向かいですかね、はい、はい、向かいの方にあります、たくさんいろんなケーキが並んでまして、そうそう、大体何種類ぐらいあるんですか。はい、まあ、少ないんですけど15から18ぐらいです。はい、はい、お値段とかはいくらぐらいから。ショートケーキはまあ360円から400円間ぐらいですけど、はい、はい、なるほどね、はい、まあ、ケーキだけじゃなくていろんなものが映ってたような気がぼかしたんですけど、そうですね、どんなものがあるんですか、他ケーキ以外で。まあ、一般的にまあシュークリーム、プリンとか、はい、まあ、生のケーキとか焼き菓子とか、はい、あ、焼き菓子とか、はい、だからあれですね、ほんとスイーツ系の全般に全部あるってことですね。そうですね、はい、なるほどね、はい、まだ画像あるんですよね、なんか画像。そうなんですよ、行きましょう、これです。はい、まずこのプチアールさん、ケーキを作るにあたりましてこだわりがあるんですよね。どんなこだわりがあるんですか。まあ、オープン当初からですけど、うん、今田養鶏場の、桜卵を使ってます、うん、おお、これどんな感じの卵に
至られてるんですか、普段と違うというか。これは、はい、まあ、白い卵と、まあ、赤い卵と、まあ、若干ね、黄身の硬さとか、白身の硬さとか違うんですけど、はい、やっぱり、まあ、黄身がすごい濃厚で、うん、卵の風味もうんと出ますし、はい、まあ、ずっと使わせてもらってます。なるほど、はい、黄身の部分が濃厚だと、そういったこうケーキとか作るのにどんなポイントが変わってくるんですか。まあ、ほぐすのはすごくほぐしにくいんですけど、うん、逆にやっぱり焼いた時の香りとか、その、食感とかやっぱり、ね、多少変わってくると思うんですけどね。なるほど、はい、そういったところがこだわりで、なんか勝手なイメージなんですけど、なんか甘みとかも増しそうな感じですよね、うん、ね、自然な、ね、なんかいい卵だと本当なんかこう、うん、何に使っても美味しいって感じのイメージありますもんね。はい、だからさっきの画像をもう一度出してください。そういったこだわり卵、はい、ね、はい、だいたい市販で売られてる卵よりは相当高いもんなんですか。いや、そんなに高くはないんですけど、うん、まあ、その一軒だけの養鶏場で作ってるっていうのが、はい、まあ、一番、まあ、僕も安心できますし。なるほどね、はい、だからもうそこで安定した卵がやってくるってことなんですね、うん、そうですね、はいはい、なるほどね。最近多いですよね、野菜とかでもですね。そう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 、はい、だって安心が今一番ですよね、食って。そうですね、はい、もういろいろ本当ね、変な世の中ですからね、はい、もういろんな形で、うん、もう残念なものが出されてるってことをよく聞きますからね。はい、特に野菜とか産直とか今 ね、流行りですね、はい、とても美味しいと思います、はい、では、なるほど、はい、じゃあ、はい、早速なんですか。早速ですか、今日ご紹介していただくケーキをご紹介したいと思います。いきましょう、ミサさん一緒にこうどうぞみたいな感じでお願いします。はいはい、プチハルさんがお届けする今回のスイーツはこちらです。はい、チョコレートケーキ、税込み360円となっております。とてもお買い得となっております。はい、さあ、むしろちゃん来ましたよ、今日も。これでもちょっとキャッシュ大丈夫？来た、あ、もうよくわかるな。はい、こちらの方がこのような感じになっております、ね、今何て言いましたっけ、何ケーキでしたっけ。チョコレートケーキですね、はい、もうまっさにもうチョコレートケーキ、これがだからバレンタインで、そうですね、はい、2月14日ほー、はい、最近でココナとチョコレートじゃなくてケーキとかプレゼントする人もいるんだ。いらっしゃいますね、ね、はい、メッセージつけてとか、ほー、あ、はい、そうか、はい、メッセージでプレートがありますので、ね、なるほどね、それはいいですね。まあ、女性がね、男性にプレゼントしてもいいですし、うん、最近はね、うん、女性が女性にプレゼントしたり、あ、そうかそうか、結構多いですよね。へー、じゃあ今からね、プチハルさんも大忙しですね。そうなんですよ、その忙しい中、打って来ていただきました、うん、なるほど、はい、じゃあもう一度ちょっとキャッシュ、はい、さあこちらでございます。これちなみにおいくらでしたっけ。税込み360円となっております。おー、はい、そうか、すごいな。でもなんとなくもうちょっと寄ってください。こちら伊沢さん、上に乗っているこの僕が見る感じでは生チョコっぽいんですけど、そうですね、生チョコで合ってますかね、はい、生チョコで合ってます、はい、でここ層になっててね、はい、チョコレートスポンジに、はい、生クリームとチョコレート合わせるガナッシュクリーム、おー、それとアクセントに上に生チョコ乗ってます。なるほど、はい、なんとなくねこの照明があるんで、なんかこう今にもチョコレートがダーって溶けそうな感じで美味しそうです ね。じゃあ早速このケーキが試食をできるんですか。はい、そうですね、何名の方ですか。そうですね、今日はじゃあ3名の方に試食をしていただきたいと思います、はい、さあこのチョコレートケーキ試食したい方3名の方手を挙げてください。したい方、はい、あ、じゃあ上がったんで、はい、来てくださいね。いや、上がってますよ、手が上がってますよ、はい、ぜひ来てください、はい、どんどん来てくださいね、はいはい、あと2名です。あと2名の方、はい、あと2名、これ女性がいいよな。そうですね、女性、あ、そう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 、はい、3名来ました。じゃあ、はい、この後ろ側に並んでください。はい、じゃあそしてさあ、アリサ渡してあげてくださいね。はい、じゃあこの3名には、試食していただきながら、はいはい、さあ
どん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 渡してください。じゃあその試食していただいてる間に、はい、このケーキのとかね、はい、他のケーキのお話とかしたいですよね。そうですね、うん、僕は個人的にあのねいつもあのケーキを頼む、はいはいはい、ご注文の方するだけですので、うん、まあ、あのケーキ屋さんになりたかったね、うん、いきさつとかを、おお、そんな話なんだ。そういう話をちょこっと今勝手にアドリブで考えました。その答えっていうのは逆にケーキ屋さんになる予定はなかったっていうのが本当なんです。あ、そうなんですか、うん、はい、本当は何だったんですか。本当は、パンを焼けたらいいかなっていうんでこの業界に入ったんですけど。なるほど。まあでも同じように思うんですけど、はい、違うんですね。そうですね、そのパンを焼くのに、お店に入ったんですけど、はい、ケーキの職人さんがいなかったので、はい、そちらの方に、はい、まあ、移って、はい、それでまあパンする予定だったんですけど、今に至るとケーキから始まったと。へぇ、はい、ありがとうございます。なるほどね。でもあのね、後ろからのね吐息が酒臭いんですよ。後ろからなんとなくね、まあそんな感じでございますが、も僕もあの何度か、うん、あの試食というか、うん、食べさせていただいたんですけど、うん、本当に美味しいんですよね、うん、こちらのケーキ。なるほど、はい、じゃあもう早速聞いて感想とかいきましょうか。そちらの早さの後ろの男性から、まずは、はい、もう完食してる男性から、はい、試食といえばジュリア。はい、あ、すみません、ごちそうさまでした。はい、僕あのここ何度かね、買いに行ったことあるんですよ。はい、あ、そうなんですか。はい、偶然なんですか。はい、これあのチョコがすごくて、あの濃厚でね、めっちゃ美味しいです。ありがとうございます。ごちそうさまでした。とても美味しいをいただきました。さあ、まず、ね、続いてはですね、綺麗な彼女です。はい、美味しかったです。美味しかったですか。甘すぎず、うん、やっぱ女性の。だからそこの、この上の生チョコはいかがでした。生チョコも美味しかったです。どんな美味しさでした。大人っぽい味。大人っぽい味。大人っぽい味。いただきました。いただきました。じゃあこんちゃん。はい。じゃあこんちゃんにちょっとインタビューしたいと思います。こんちゃんどうでしたか。スポンジもふわふわで、うん、チョコも甘さ控えめですごく美味しかったです。なるほどな。スポンジもふわふわで。大人っぽい味で。甘さ控えめっていうのは最近定番なんですか。そうなんですか。そうですね、まあ、あんまり甘いのって感じじゃないですもんね、みんな聞くと。うん、僕基本的に全く食べないですからね。僕も全くダメなんです、ね。はい、いやだからみんなに聞くと、はい、全然さん大丈夫ですよと、はい、もう甘くないですもんって言うんですよ、はい、本当に甘くないんですかね。なんかね、こう甘いものって重たく残るイメージが、こうね、胸焼けするんですよ、うん、あ、そんなイメージがあるんですけど、そうじゃないんですか。まあ、甘さ控えめっていうのも難しいんですけど、はい、あんまり甘くないっていうのもやっぱりケーキでもないんで。そう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 、はい、まあ、そこら辺はね、ちょうど、やっぱり技術ですよね。そうか、そういうところがなんとなくね、やっぱプロ、もう少し食べたいなと思うぐらいのサイズですよね、多分。そうですね、ってみんな言いますよね。なるほどね。腹八分目じゃないですけど、うん、別腹じゃないですけど、はい、甘さも控えめで、うん、はい、なるほど、いいと思いますね。じゃあもう一度こちらのね、ケーキ画像出していただきましょう。はい、チョコレートケーキでございます。税込み360円。はい、ね、美味しいという声をたくさんいただきました。もう天にですね、生チョコが乗ってますからね、はい、もうこれもぜひご賞味ください。はい、さあで、ここでもうこんなに美味しいケーキなのにもかかわらず、うん、素敵な特典をいただいております。こちら徳島市磐梯町のプチアールさんから、うん、アーマチ TV ヤングオーを見たという方、焼き菓子一つプレゼントいただきました。楽しい。これは何、ケーキを買いに行って、はい、テレビを見たといえば、そうですね、焼き菓子がもらえるってことですか。そういうことになってますね。どんな焼き菓子がいただけるんですか。どんな焼き菓子がいただけるんですか。まずですね、はい、店に行っていただいて、ケーキを注文していただいたときに、うん、レジに、うん、アマチ TV ヤングを見ましたと、はいはいはい、言っていただいた方には、はいはい、焼き菓子を一つプレゼントで。だから どんな感じの焼き菓子なんですか。どんな感じの焼き菓子、焼き菓子、焼き菓子、あら、焼き菓子が来てないですね。お店に並んでるんですけど、はい、まあ、マドレーヌとか、うん、フィナンシェとか、うん、はちょっとパウンドケーキみたいなの持ってきてるんですけど、あ、どれでもいいんですか。はい、それお好きな中一つ選んでもらって、どれでも一つ、はい、っていうことですね、はい、じゃあ一応ちょっともう一度店内の画像にしてください。店内の画像を見ると多分こんな感じなんで、ここに並んでるんですね。そうですね、はい、正面に並んでるので、
はい、なるほどね、まあ、たくさん種類はないんですけど、うん、まあ、好きなのを選んでもらって、ほう、はい、食べてもらったらと思います。素晴らしい。これが期間いつまでですか？はい、2月末まで、はい、ということで約1ヶ月間、はい、はい、1ヶ月間だからプチアールさんに行けば1ヶ月間、そうですね、はい、ね、見たといえば、はい、一つもらえると。そうですね、はい、バレンタインも近いですので、女性の方をね、うん、買いに行かれてプレゼントする人のために一つと、うん、自分が、3時のおやつに食べていただくのに一つということで、うんうん、プレゼントいただきました。素晴らしい、はい、ありがとうございます。じゃあですね、場所とね、藤原さんもっと詳しく場所ね、分かりやすくいきましょう、はい、地図の方が一応、テロップで出ますのでこちらになってるんですけど、はい、まず、徳島在住の方ですとね分かると思うんですけど、城南高校、うんうん、分かりますね、城南高校から南西の方道なりにずっと行っていただきますと、うん、左手に、丸吉センター、うん、丸吉センターがあります。その道向かいの方に、プチアールさんがまずあります。なるほどね。で、もし文化の森、うん、文化の森から行かれる方ですと、文化の森を出まして、左手に曲がりまして、まず信号が、一つあると思います。その信号を右に曲がっていただくと同じよく丸吉センターがありますので、うん、その左手側に、プチアールさんがございますので、皆さんよろしくお願いいたします。はい、そうです。外観はこんな感じですから、はい、すぐ分かると思いますんでね、はい、看板が赤で、緑の木が、植わっておりますので、はいはい、もしね分からない場合は電話番号が0886555015です、はい、0886555015、 こちらの方までね、はい、電話入れていただければと思います。はい、徳島市磐梯町中津浦、営業時間が10時から、夜の7時までとなっております。定休日が水曜日となっておりますので、うん、これからの季節バレンタインも近いですので、皆さんどんどんお越しください。はい、ということで、今すぐ食べたいスイーツ、担当キャスターは篠原ひろし。はい、で、本日出ていただいたゲストの方は、プチアール、パティシエオーナーシェオーナーでもあります三沢たけしさんにお越しいただきました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、もうね、ぜひバレンタインデー近いですからね、はい、皆さん行ってもらいたいもんですね。はい、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、さあ行きましょうか。続いてのコーナーはこちらです。せいです。はい、ね、続いてのコーナーはですね、はい、本当はね、発見徳島店舗なんですが、そうですね、実はですね、画像も出てましたし、はい、先ほどプチアールさん、はい、プチアールさんといえばケーキでございます。ケーキですね。ケーキといえば、ケーキといえば、ケーキといえば結婚式。あ、結婚式、あ、結婚式、違いますね。実はですね、はい、まあ今日28日ですが、はい、明日は29日、日付が変わりますと29日です。29日でございます。はい、なんと1月29日に我がアーマチ TV ヤンゴーの中にアシスタントに誕生日の人がいます。誕生日の人がご紹介しましょう。はい、アリサハッピーバースデーです。はい、どうぞお越しください。さあ、なんとですね、アリサ何歳ですか？26になります。はい、26歳、はい、ということで、なんとですね、プチアールさんのケーキが用意されております。はい、わー、ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。さあ、これをですね、思い切って吹けしていただきましょうか。はい、さあ、アリサ立ってね、みんな大きな拍手ね。はい、行きますよ。あ、消えた消えちゃったけど、いいか、行きましょう。 3,2,1 ダダ、ハッピーバースデーアバウト。ありがとうございます。ハッピーバースデー。さあ、26歳でございます。26歳になった抱負教えてください。はい、
去年以上にヤングオーも頑張りたいと思うし、うん、仕事の方もより一層盛り上げていきたいなと思ってます。なるほどね、はい、頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。ということで、まあ今日ねまたね、はい、この後お仕事なんだよね。そうなんですよ ね、お忙しいので、今日は番組の中でチラッとこんな感じでサプライズで、はい、ね、はい、もう本当にありがとうございます、していただきました、はい、ということで、アリサで皆さん大きな拍手を送ってください。お誕生日おめでとうございます。さあ、じゃあアリサこれね、一人で食べてくださいね。はい、じゃあ、はい、ありがとうございます、いただきます。さあ、ということで、じゃあですね、もう一度いきましょうか、はい、続いてのコーナーはこちらです。さあです、本日ですね、5つ目かな、はい、はい、次のコーナーでございます。発見徳島店舗担当キャスター、お名前どうぞ。はい、吉田敦史です、よろしくお願いします。はい、敦史でございます。そして木野修造です、よろしくお願いします。はい、修造でございます、よろしくお願いいたします。さあです、2013年ね、はい、もうみんなからですね、今年の抱負を聞いているわけでございますが、はい、じゃあ敦史からいきましょうか。はい、今年の抱負は一応、まあ、健康に気をつけて1年やり通していこうかなと思っております。うん、そうだよね、だから番組にしても、はい、お仕事もね、そうですね、やっぱ体が資本なんで、体ですからね、はい、もうそれ大切です。はい、はい、修造いきましょう。はい、僕はもう仕事もヤングオーの方も挑戦でいきたいと思います。なるほどね、挑戦ですか。はい、チャレンジャー。はい、チャレンジしていきたいです。いい、やっぱりさっきね、はい、もう15キロのチャレンジャーいましたからね。僕らもね、ちょっとね、考えたの勝手になんですけどね、ほう、はい、僕ら僕はの場合なんですけど、5キロ痩せれんかったら、うん、もう坊主にしてもいいかなと思ったら。なるほどね、じゃあそういうのやるんだったら、はい、番組でやりましょうよ。いいですか。いいですか。番組でまたやりましょう。じゃあ、ちょっと撮っといてください。わかりました。そういうのはね、もう自分らたちでやらないように。はい、わかりました。突然番組に来て坊主だと困りますからね。そうですね、確かに、ね、はい、そんなところでございます。じゃあですね、はい、発見徳島店舗どんなコーナーか教えてください。はい、徳島のね、町からちょっと田舎のマイナーなところまでを皆様に紹介できたらなと思ってやっております。はい、なるほどね、そうなんですよ、だからダーツの旅でね、はい、前回からね、そんな感じでやるんだって。前回どこでしたっけ。前回が、中町ですね、うん、はい、中郡の中町に行ってまいりました。そう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 、はい、そうだそうだ、いい感じのね、はい、食レポでございました。ありがとうございます。今回も今回もじゃあ早速行きましょうか。はい、お願いします。誰が振ってくれるんですか。はい、VTR どうぞ。さて、今週の発見徳島店舗でございます。はい、今回はですね、偶然に、私メインの林内もですね、こちらの方のお店にもので偶然来ちゃいました。はい、ね、ありがとうございます。さあ、こちらの方のお店、お店の名前教えてください。はい、パーティー&ダイニングビーフでございます。はい、ビーフさんです。ダンスの旅がスタートするんですね。あ、言っちゃいましたね。まあでもですね、こちらの方のお店、こんな雰囲気のお店です。はい、さあです、今回のですね、発見徳島店舗、はい、まあ実は、ね、前回からね、はい、変わっちゃったんですね。はい、そうですね。どんなに変わったんでしょうか。第3回目から、はい、そうですね、ダーツの旅っていうのをやらせてもらってます。そうです、僕は持ってますね、こちらの方です。前回はこの場所行ったんですね、アーチ。はい、中郡中町の方に行かせていただきました。そうです、皆さんにね、お土産もありまして、はい、はい、ね、男気じゃんけんやって、投げたしゅうちゃんが行かせてくれました。まあでもね、はい、あれはアーメスティブヤングオーの忘年会の芸人になりましたね。はい、そうですね、忘年会だと死にたいです、僕は。なるほどね、はい、ということで、今回も行っちゃうんですね。はい、じゃあ、タイトルコール、皆さん一緒にやりますか。はい、さあ行きましょう。シューソー、アッシュのダーツの旅、ボリューム2。はい、前回はシューちゃんが投げたんで、はい、今回、僕が投げさせていただきます。はい、お願いします。はい、前が南の方だったんで、今回は違うところ狙いでやります。いきます。はい、三好市刺さりました。
じゃあ今回はこちら三好市の方に行ってみたいと思います。はい、行ってきます。行きます。はい、どうも。今伊谷口橋の方に来ております。もうめっちゃ寒いです。橋これ何橋だった？伊谷口橋。伊谷口橋です。はい、どうぞ。伊谷口橋、はい、ちょっと景色撮りましょうか。かずら橋の渡り口やね。あっちです、あっち。早速行ってみましょう。はい、今からかずら橋渡りたいと思います。僕人生初体験なんで、あっちゃん何回か。僕は2回か3回ぐらい。あ、そうですね。ほな僕ちょっと後ろからこれを見ながら笑いたいと思います。はい、かずら橋。うわ、怖っ。はい、あっちゃん渡ってます。これ取るも怖いね。いやもう俺は全然平気でございます。下見たら怖いんですけど、普通に歩けそうですか？めっちゃ揺れますね、これ。だけどなんとか。多分揺れ落ちちゃうんですか、どういうの。はい、こんな感じです。景色。乗り気だったアシスタントの本人のアリサ、もう下しか見えておりません。もう帰りだそうな、泣きたそうな顔をしております。かずら橋の奥にある隠れた名所、琵琶の滝、こちらにあります。はい、やっぱりこのマイナス4全開出てる滝で修造くんが顔を洗いたいと思います。はい、じゃあね、この流れてきた先からね、落ちてきた水で顔を洗いたいと思います。え、押すなよとかいらんのっすか？押すなよ、いいで。なんか。あら。冷たいだけです。こちらが鮎ですね。そうですよ。鮎は背中に背脂って脂の部分があって、それで。あ、そうなんですか。うん、脂がのっとんやね。美味しそうやね。アメゴが、うん、こちら。高い点々があるんです。はい、で味が淡白で食べやすい。うん、食べやすい。アメゴの方がな。はあ、うん、はあ、だけど好き好みはあるから、はい、それはもう一概には言えないです。はい、油乗ってる方は好きな方もおるし、はい、卵じゃないあいくださいっていう方もし、卵じゃないっていう方もこう分かる。はい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 、うん、こうです。そういう感じですね。こちらは、うん、何のですか？でこ回しってこういう状態。田楽焼き、うん、普通はでこ回しっていうのが本当なんですよ。あ、ほうなんですか。でこっちは人形仕事、人の形。はい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 、うん、だから頭、胴体、足。あ、ほうなんですか。という感じ、うん、それからもう大体人の。あ、だからじゃがいも、頭、豆腐、からだ、はい、でこんにゃくが足やね。はい、うん、それから、ね、待って、徳島で人形浄瑠璃って知らんかな。あります。その状態を見て例えて知るわ。はい、これが、テコ回しですね。テコ回しですね。はい、さすがのアシスタントのアリサが食べたいと思います。あ、そんなに熱くなかった。味はなんかお味噌がすごい甘くてじゃがいもに合いますね。うん、なんか中がホクホクで、なんか外はしっとりしてます。はい、アメゴの塩焼き、前回引き続き違う形ですけど食べたいと思います。もうお腹から丸かじりで、うまっ。
半分が食べちゃいました、これ。中ホクホクでも、いちご加減も絶妙です。すんごい美味しいです、これ。はい、こちらが鮎の塩焼きです。なんかお腹からね、かじると美味しいみたいなんで、早速いきたいと思います。めっちゃうまいです、ほんまに。なんか油乗ってるって言うてたね、ほんまに乗ってます。うまいです、ホクホクで。早速もう全部食べきりたいと思います。次は名物の矢そばいきたいと思います。熱そう、いただきます。あの店の方がおっしゃられてるんですけど、短く切っているんですごく食べやすいですね、これ。油揚げとネギと入ってて、だしが優しいです、これ本当に。美味しい。蕎麦ってあんまりね、僕食べたことなかったんですけど、これから嫌蕎麦、これ全然食べたいと思います。これ美味しいです。さあです。ねえ、はい、もう恥ずかしいです、なんか、いかがでした？いやもう編集のおかげでほんまに助かっております。いや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 、もうね、ジョニーと僕編集しましたけど、はい、もうね、食レポもうちょっと頑張ってもらいたいね。はい、テレビ見てちょっと勉強したいです、本当に。まあということで、アリサにも入っていただきました。はい、今回はね、はい、同行したということで。はい、そうなんですよ。ねえ、もういかがでした、同行して。しまってちょっと迷惑かけたなと思って。アリサなんてこうちっちゃいんですから、はい、桂橋のあのちっちゃい隙間あるじゃないですか、はい、あっこからこう落ちればよかったです。これちょっと期待してましたけど、ほんまね、それをね、はい、絵で撮ってると面白かったのに、はい、あー、はいはい、なるほど。じゃあ次は、うん、体をもっと張ります、はい。まあでもね、このね VTR が流れた瞬間に会場静かになりましたからね。みんなが見ましたからね。いやほんまありがとうございます、うん、ありがたいですけど、恥ずかしかったですね。いやでもなかなかね、かずら橋なんてほんと行かないもんね。そうですね、あの入り口が穴ってのを知らなかった俺。あ、ほんまですか。もういつ以来だろう、もう全然行ったことないからね。ここが初体験だったんで、ちょうどいいかなと思いまして。ねえ、それで距離的には120キロぐらいあります。そうかそうか、はい、神戸より遠いかな、ね、2時間以上かかって、そうかそうか、はい、まあそんなところでございまして、これで、ね、実はこの VTR がね第1弾でございます。はい、実はね後半戦があるんですね。はい、後半戦はですね、またいろんなこうお土産を買ってくれたりしてるんですよね。はい、買ってます。なるほど。ということで次回のね、次回のアームシティビーヤングオーではそのね、お土産を皆さんにプレゼントできるというね。はい、はい、そうですね、あの視聴者の方と、うん、生放送来てくれた方に、お、はい、ご用意してますので、そうですね、はい、だからあのぜひですねこれチェックしてもらってね。はい、はい、ぜひお願いします、はい。じゃあ、次回の VTR のちょっとした部分だけをジョニー出せるんですか。はい、じゃあ VTR お願いします。こんな感じで、ね、はい、あの妖怪屋敷の方着きました。これ見えますかね、あの入り口竜の、これまたね地元の方が手作りしてくれたっていう。材料なんでできてると思いますか。こんな感じなんです。材料ですか、はい、これ妖怪屋敷、いや段ボールですか。あ、ね、発泡スチロールなんです。なんか第二の場所すごいですね。こんなに硬そうなあれになるんですね。はい、そうですね。こんなところがあることすら知りませんね、僕は。そうですよ、僕も全く知らなかったです。だから、どこしばにいて、わかんないから、またこれ見てね。はい、早速、中入ってみたいと思います。デートに行ってもらいたいね。興味を持って、見に行っていただけたら。いや、調子もーす。もうそろそろジョニーやめましょう、見せるの。もったいないから。ということで、ね、これまたボリューム2っていう感じですね。はい、ぜひとも見ていただきたいです。ね。次回の放送ではこの後編が見られるということで、しかもねプレゼントもありますんで、皆さん要チェックでお願いいたします。お願いします。お願いします。これで締めちゃっていいですか。はい、はい、
発見徳島店舗担当キャスターは吉田篤史、キラ修造、今回スペシャルゲストでアリサでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。もう本当にね、皆さんね、次回の放送を楽しみにしてください。さあ行きましょうか。続いてはこれラストのコーナーです。ラストのコーナー行きましょう。続いてのコーナーはこちらです。さあです、本日ラストのコーナー徳島インフォメーションでございます。はい、担当キャスターお名前どうぞ。はい、金髪になりました市原隆二こと一位です。よろしくお願いします。はい、ますこんばんは皆さん、お待たせしました。さあ、一位もね、はい、2013年はい始まりましたね。はい、2013年始まったじゃなくて2013年の抱負聞かせてください。はい、抱負ですね。はい、私の今年の目標は女性関係を正すです。はい、素晴らしい。はい、これを正すと林さんに怒られることがないと思います僕は。はい、もう、はい、いやでも俺それで怒ったっけ。まあそれも若干ありましたね。いやそれは怒ってないでしょ。で、昨年2012年度の最大の問題児マリーナです。はい、よろしくお願いします。マリーナです、よろしくお願いします。まあ2012年、13年とこう続くね。そうですね、素晴らしいこのツーショット。はい、なんかやってしまうかもしれないですね。じゃあ早速ね、徳島インフォメーション、はい、きましょう。どんなコーナーか教えてください。はい、徳島県内のさまざまなイベントを紹介するコーナーでございます。早速いきましょう。はい、いきましょう。では最初に紹介させていただくイベントはこちらでございます。どうぞ。はい、まず最初にご紹介させていただくイベントはこちらですね。アワコンボリューム4でございます。はい、はい、はい、ではゲストにですね、アワコン実行委員会代表豪徳寺安内さんに来ていただいております。よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。市原くん、はい、今年は女性関係正そうね。そうですね、豪徳寺さんに怒られないように頑張ります。しばくよ。すいません、はい、頑張ります。頑張ろうね。はい、はい、でこのコーナー、どういうコーナーかご存知でしょうか。はい、はい、知りません。はい、はい、ですね、それぞれイベントをですね、はい、1分間の間に PR していただくんですけども、はい、はいはい、今回紹介していただいたイベントを、はい、アワコンボリューム4です。はい、はい、ご準備はいいですか。はい、早速ですが、よろしいですか。はい、喋り上手ですからね。はい、はい、あ、ドキドキしてきた。それでは、いきます。どうぞ。アワコンボリューム4、3月1日、に行われます。秋田町周辺24店舗を借り切りまして、どのお店に行っても自由、お酒あり食事あり出会いあり、とっても楽しいイベントになっております。チケットの方はですね、もうそろそろ売り切れる感じなんですけども、まだまだ、今日明日中だと大丈夫だと思います。アワコンのホームページから、お申し込みいただくか、はい、あと取扱店というか19店舗ございまして、はい、そちらの方でも直接お買い求めできます。そしてですね、まだ40秒もあるの。まだ20秒あります。20秒、あ、20秒あるの。まだ、ね、何しようか。そうですね、新しく入った店なんて、新しく入ったお店はね、チャプターと、はい、フィガロ。そうですね、はい、はい、結構箱の大きい箱、収容人数多いスペース、はい、お店ですね。はい、なかなかね、普段行けないようなお店なので、はい、今回アワコンでぜひ行っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、はい、そんなアワコン今回でこんなもんでいいのか。いいと思います。はい、いいのか。ありがとうございます。はい、今回で4回目になりますけれども。4回目です。はい、はい、今年から、年何回される予定でしたね。とりあえず、年4回、はい、四季を通じてやっていこうかなと、はい、はい、思ってますので、今回は、春夏秋冬、はい、4回ありますので、皆さん、はい、よろしくお願いいたします。はい、皆様に素敵な出会いがありますように。はい、はい、アワコン、はい、ボリューム4よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、はい、ではですね、はい、続いて2つ目のイベントをですね、はい、紹介させていただきたいと思います。はい、続いてのイベントはこちらでございます。はい、フィガロプレゼンツキノコホテル徳島初講演会でございます。はい、ゲストにですね、フィガロオーナーの猪木正弘様に
はい、出していただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ですね、キノコホテルと言いますとどういう人なんですかね。キノコホテルっていうのは、はい、あのポスターを見ていただければ分かるように、はい、先ほどありました画像のやつですかね、はい、セクシーかつ、はい、セクシーバンドになるんですかね。あの4人組の、ね、女性バンドなんですけども、まあ、実は僕あんまり知らなかったんですけど、はい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 、この後出てくるあの内村さん、あの油越新村さん、はいね、よく知ってね、 M 字開脚をするという、はー、はい、すごいセクシーなやつですね。めちゃくちゃね、見応えのあるステージングと、ね、僕もちょっと気になって一回聴いてみたんですけども、はい、60年代70年代なんか思わせるような曲調のね、うん、ロックバンドになるんですかね。タイガースとかね、はい、あの GS 的な感じですね、はい、ちょっと僕まだ生まれてない感じのね時代のやつなんですけど、ね、はい、すごいいいやつですね。ではですね、はい、はい、早速ですけどもこちらのイベント紹介いきましょうか。はい、はい、お願いします。お願いします、はい、キノコホテル、初独演会でございます。はい、場所は、フィガロで、はい、料金は2500円ですね、前売りが、はい、で当日3000円になっております。そして、ゲストバンドがマスターズとモンドダイヤモンド、うん、チケット取扱店は、フィガロ、トランプ堂、はい、もろもろそんなとこで売ってますんで、ぜひ皆さん来てください。はい、よろしくお願いいたします。はい、PR ございませんか。あと30秒ぐらいです。30秒ですか。はい、ございます、はい、じゃあ今年は僕も女性関係を正します。いいと思います。いや、正していきましょう。同じく、はい、やっぱりね、はい、そんな感じで、いいと思います。それともう一個あります。はい、ですね、ベストドレッサー賞がありまして、あー、はい、はい、こちらのライブのそうですね、キノコホテルさんに選んでいただくベストドレッサー賞で、はい、本人たちに選んでいただく、はい、なんとあのこの近くの某、はい、エッジホテルの無料券がプレゼントされるという、はい、僕も行きたいです、それ、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、はい、では続いての、はい、イベント紹介いきたいと思います。次のイベントはこちらでございます。はい、新崎人生 in 徳島20周年記念大会でございます。はい、ではですね、ゲストにですね、覆面の変な人が来られましたけども、はい、ご紹介させていただきます。油小路肉の丸さんでございます。こんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、新崎人生さん、徳島での公演ということですけども、はい、楽しみですね。今回ですね、はい、新崎人生めでたくプロレスラー20周年を迎えることができまして、はい、結構続けてますね。その、まあ、記念興行として、はい、今回、行われる大会の PR に参りました。ということ凱旋ですよね。ですね、はい、はい、徳島県出身の、もう3年ぶりぐらいですね。あー、となると結構懐かしい、はいはいはい、記念大会になりますね。目打ちのある大会でございます。はい、実は僕大先輩です。高校の先輩なんです。そうなんですか。新崎人生さん、ね、後輩、はい、後輩です。はい、そんな人生さんの記念大会 PR、うん、これから1分間よろしくお願いします。お願いします。それではお願いします。新崎人生、20周年記念徳島大会、3月の3日日曜日、ひな祭りですが、徳島市立体育館にて行われることになりました。はい、チケットはですね、高校生以上一般、全席自由ということで、2980円で、小学生がですね980円、恐るべきリーズナブルな価格になっております。できるだけですね、たくさんの人に来ていただきたいという新崎の意向が含まれておりますので、ぜひともですね、会場をファンの方でいっぱい、埋めていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、これちなみにですね、小学生、中学生が980円でございます。それ以下の方ってどうなるんですかね。は、ですね、無料、なんと無料でございますんで、はい、若い子からもプロレス、はい、見ていったらすごい楽しいですね。ちっちゃい子に見ていただきたいですね。はい、はい、もうあの念仏渡りとかやっぱ、ね、生で出るんですかね。もちろん、もちろん、目玉になる、はい、試合でですね、いろいろ技を出してくれると思いますんで、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、すごい楽しみです。なかなかプロレス目の前で見ることないですから ね、見たことない人多いんでね、はい、できれば生で、はい、一度見ていただきたいなと思います。いただきたいと、ハマること間違いなしですか。ないと思います。はい、はい、はい、ではありがとうございます。では続いて次のイベント行きたいと思います。次のイベントは
こちらでございます。はい、冬の味覚カニ食べ放題と日本三景天の橋立てツアーでございます。はい、今回ゲストにですね、西ゆきなさん、はい、いただいていただいております。はい、お願いいたします。お願いいたします。冬といえば、はい、カニ、うん、その通りでございます、ね、ですよね、うまいですよ ね、はい、うまいですね。これが食べ放題のツアーがあるんですよね。はい、作っちゃいました、もう本当に。作っちゃいましたか、はい、もうこれ3つ目終わって4つ目なんで、だいたいルール分かってますよね、はい、ルール分かりました、分かりました、はい、なんとなく分かりました、はい、こんなんも持ってるんで、ちょっとこうね、こんなんも含めながら、ちら見せしながら行きたいと思います。行きましょうか、はい、それではいいですか、準備は。はい、OK です。1分間、はい、スタートです。お願いします。これもう見せていいですか。はい、どうぞ。はじめまして、上川ツーリストと申します。徳島県上川町の旅行会社です。これ友達が書いてくれたんです。こっち、こっち、はい、はい、すいません、どんどん行きましょう。はい、それでですね、この度カニツアーを企画いたしまして、はい、はい、カニツアーを、カニツアーを企画いたしました。カニツアーを、はい、カニツアーを企画いたしました。はい、はい、すいません。これお日にちが、はい、2月2日はい、カニカツーリストの日で、はい、22でカニ、はい、2月2日カニカツーリスト、カニ、はい、カニカツーリストで、ちょっと、はい、はい、2月2日はカニカツーリストの日です。はい、イエーイ。はい、これ日本三景天の橋立てと、はい、日本で最も美しい村の郷土府の伊根町の方にも寄りますので、はい、皆さん楽しい旅になると思いますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。若干時間来てますけど、あと10秒、はい、特別に差し上げましょう。何か最後の PR をどうぞ。カニ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 をカニカニ、みんなでカニを食べましょう。はい、ありがとうございます。ね、もうほんまにカニね、いいですね、カニ食いましょう、みんなで。楽しそうですね、はい、はい、それではですね、はい、今回最後のイベントですね、紹介させていただきます。こちらでございます。はい、世界のチーズとお酒とミュージックのコラボパーティーでございます。はい、こちらを紹介していただくのはヤングオーオーリーダー篠原ひろさんですね。どうもこんばんは。本日2回目になっております。もうお疲れ様でした。はい、もう分かってますよね、身内ごとでございますが、もうチン鳴らしてくれていいですか。いいですよ、はい、チン、はい、ありがとうございます。まず、1月31日、2月1日、2日間にわたりまして、はい、時間がですね、7時から、9時までという2時間の中で、1日限定60名の方に、世界のチーズとお酒とミュージックのコラボパーティーを開催したいと思います。場所がアミューズメントバーフライ、下の3階ノア、スタジオノアとなっております。チケットの方が、5000円、当日も前よりも5000円となっております。はい、で、ミュージックの方が、山村誠一さん、スチールバンド、四季、今ですとね、ライオンキングをやられてる方、ほうほうほう、そういう方が、生バンドを演奏してくれま す, 素晴らしいです、ね、そして、山田宗也様、ギターですとね、6弦のギターが、普通なんですけど、低音が1本増えてて7弦ギターを演奏してくれる、山田さんに、2人のコラボの音楽と、そして、世界のチーズを、大阪の、中村様に持ってきていただいて、ワインの方の説明が完全にできませんでした。イエーイ、はい、まあね、それはね、ワインに関してはもう当日、そうですね、来ていただければ、シャンパン1本と、はい、白ワインが3本、ね、赤ワインが3本出ますので、はい、飲み放題となっております。よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ではですね、今日ご紹介させていただいたイベントを5つ振り返らせていただきたいと思います。お願いします。はい、1つ目がアワコン徳島県最大1200人合コン、2013年3月1日金曜日20時から24時2人1組男性お一人様6000円、女性お一人様5000円、20歳以上の独身男女同性2人1組のお申し込みとなります。はい、補足でですね、インターネットのでのお申し込み、期日迫っております。1月31日までですね。
はい、詳しくは www.avacon.net までよろしくお願いします。はい、次お願いします。はい、2つ目はキノコホテル徳島初実演会、2月15日金曜日オープン午後の7時スタート8時です。前売り2500円、当日3000円です。場所はフィガロです。はい、お問い合わせ先がですねフィガロさんで、電話番号0886788-8217でございます。はい、続いて、はい、新崎人生20周年記念大会 in 徳島、3月3日日曜日徳島市立体育館、午後2時会場3時開始、チケットは一般2980円、小中学生980円です。はい、お問い合わせ先がですね福田レコードさん0886527932でございます。次どうぞお願いします。はい、上勝町発日帰りツアーカニ食べ放題と天の橋立て、2月2日土曜日、大人子供ともにお一人1万円、募集人員が45名です。お申し込み先は0885460128です。はい、続いて最後ですね。はい、5つ目が世界のチーズとお酒とミュージックのコラボパーティー、1月31日木曜日、2月1日金曜日、7時から9時、場所はノアです。チケットは5000円です。はい、以上5つでございました。さあ、以上でございました。徳島インフォメーションね、はい、担当キャスターは森田さんでしたけども、はい、すみません、市原隆二でございました。はい、よろしくお願いします。ありがとうございましたありがとうございました。素晴らしい。はい、ありがとうございました。さあ行きましょう。はい、ハーバス TV ヤングオー提供スポンサーはこちらです。でーす。アーマチ TV ヤングオーオー提供はアミューズメントバーフライ、カクテルマーケットマズ、ヌーベルプラスココ、パーティー&ダイニングビーフ、キズナリンク、ショットバーブレール、クラブアーク、以上7社の提供でお届けしております。アーマチ TV ヤングオーでは提供スポンサー様を募集させていただいております。ご興味のある方はこちらまでお願いいたします。はい、こちらまでお願いいたします。 young.oo.com @gmail.com ですね。はい、ね、こちらまた皆さんメールいただければと思います。はい、それからね、この番組に出演したいというお店の方とかもね、うん、こちらの方に、はい、入れていただければ、はい、出演できるチャンスがあるかもしれないというところでございますので、はい、皆さんぜひよろしくお願いいたします。お待ちしております。さあです、2013年度初回の放送でございました。皆さんね、はい、いかがでしたかっていうか、マイクないからな、修造いかがでした。はい、もうね、今回初めてのプレールさんでやらせてもらったんですけど、うん、いい感じでした。はい、そうなんですよ。それとね、本当はね、今日発表しない予定だったんですが、実は、はい、修造から一つ募集のあるんですよね。はい、そうですね、アシスタントの募集をしたいと思います。そうなんですよ、先ほどのメールアドレスにね、ね、送ってほしいな。もう一度出してください。アシスタントはですね、もう今日はね、マリーナダーリーしていますが、ね、アシスタントたくさんの方に、はい、この番組に参加してもらおうということで、はい、今日ですね、はい、あそこにいる K カップ方とかね、はい、ぜひアシスタントで、もうお時間が合うんであればね、はい、年齢制限ないでしょ。年齢制限、そうですね、特に高校生じゃなければ大丈夫ですね。はい、まあだから、はい、審査委員長、これ続きいっちゃってよろしいでしょうか。あ、全然いいよ。はい、ね、各キャスターが一人ずつアシスタントを入れて、はい、あと募集かけて、で、審査するっていう感じで行かせていただきたい。すごい。はい、それで僕が面接担当させていただきますんで、よろしくお願いします。すごい。
さすが女性を見る目が、はい、ありがとうございます。まあ、出ますからね。というそんなことでございまして、アーマシティビーヤング2013年度もスタートとなりました。はい、本日ですね、ゲストでお越しいただいた方、会場の方も一度映してもらいましょうかね。ですが、ゲストの方、本当今日はありがとうございました。ありがとうございます。そしてですね、今日も生放送で見ていただいた方、結構たくさんおいでになるんですかね、ちょっとわかんないですけど、うん、たくさんの方が見ていただいたみたいです。ありがとうございました。ありがとうございました。そして YouTube でもね、見られたりね、このユーストリームでも見られるんですが、はい、再放送を見ていただいた皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ということで、2013年度も皆さんと頑張っていこうと思います。はい、うん、はい。そしてね、今日はですね、ショットバープレールさんね、吉野に、はい、もう一番みんなの中で狭いお店なんで、セッティングも結構トラブル続きでどうなるかヒヤヒヤしてたんですけど、こんなにいっぱい集まっていただいて、ね、ようやく終えれたんでホッとしてます。でもちょっとかっこよかったね、なんかスタンドバーっぽくて、はい、ちょっと迷惑かけた人もおると思うんですけど、いやいやいや、ね、はい、結構ぎゅうぎゅうに敷き詰まった感じで良かったです。本当に楽しかったです。だからこんな感じでね、うん、会場の方に遊びに来れて、はい、楽しんでいただけることもできますんで、うん、ぜひね、はい、次の放送でも来ていただきたいもんでございます。はい、そして次の放送日が決定いたしております。はい、出るんですかね。次回のヤンゴーは2月の20日何曜日でしたっけ。水曜日です。水曜日です。そしてこれね、写ってる写真のお店はパーティーダイニングリーフです。はい、リーフでございます。はい、リーフといえばですね、後ろにいますね、吉田敦史です。はい、切り替えてください。はい、あっちゃんのお店でやります。はい、ぜひとも2月22日20日はリーフの方でお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、皆さんよろしくお願いいたします。またね、本当にね、面白い、また雰囲気が違うね、そうですね、放送ができると思いますんで、うん、ぜひ。それとね、もう4ヶ月継続の、今日は目が潰れてますけど、国がね15キロダイエットで、この後ね、この番組の打ち上げがあるんですが、もう国食べられないからな。まあそんな感じでございます。じゃあ、ラストですから、リーダーしのちゃんにちょっとマイク渡してもらって、最後はいつもの掛け声でいきましょうか。はい、皆さんありがとうございました。それでは最後のいつもの恒例の掛け声でいきたいと思います。さあ行きましょう。はい、徳島活性化計画アーマシティビーヤングおーおー、おやすみなさい。ありがとうございました。ありがとうございました。